はい、どうも大島動画チャンネルです。はい、今日ですね、君たちの大好きなバーバがもうすぐ誕生日です。そうそう、というわけで孫の君たちから誕生日プレゼントなんかもらったら喜んじゃうでしょ。というわけで、バーバの誕生日プレゼントを選びに行くぞ。おー。さあ行こうね、あーちゃん。バーバめっちゃ可愛いな。ああ、いいね。はい、消毒してください。バーバどんなんがいいと思う？なんだろう。わかんないかい。バーバが何が好きかわからない。え？バーバはね、ディズニーが好き。ミッキーが好きだよ。バーバの職業は美容師さんです。そういうのも含めて。さてどうしますか。どうしようね。普段から使えるものでもいいし、お店になんか飾るものだったらいいし。何？ネイルにしよう。ネイル？なんかミッキーのおもちゃとかよ。ミッキーのおもちゃ？おもちゃなんだな。なんかちょっとさ、ちっちゃいぬいぐるみみたいなさ。ちっちゃいぬいぐるみ。はいはい。でいろいろ見に行こう。お？なんか今ありそう。お、行ってみるか。だいぶ年齢層が低めなんだからこれでいいのか。ポケモンがいっぱいだ。あったのか。ミッキーとかミニーのかわいいぬいぐるみとかがあるからいいんじゃないかなと思って。そうだな、いっぱいあるな。ディズニーのぬいぐるみかな。ミコちゃん？ミコちゃんいるよ。かわいいぬいぐるみみたいな。ああ、かわいいね。いいんじゃないかなって思う。トトロあげてると思う。トトロあげるんだ。中トトロ。ああ。もうちょっと見て。ああ、そうですね。良さそうだったら。はい。どうですか。なかなかな。わかんないし。いつも使えるやつで洋服とかいいのかな。洋服？バーバのサイズわからないよ。ああ、確かに。ああ。なんか可愛いのかわいいのかあるの？可愛いのにしよう。可愛いのに。なんだろうな。悩んでいます。あーちゃん、甘えん坊あーちゃんです。どうですか。何に決めようかな。全然決まんないですか。靴？スニーカーなんていいんじゃないですか。スニーカー。え？スニーカー。バーバ立ち仕事だから、足疲れちゃうから、いいやつ買えばいいんじゃない。ねえあーちゃん。ね、ママ、スニーカーなんていいんじゃないの。そうね。あら、スニーカーの話してたら見て。シーマートあるよ。はい。さあ、見てきていいよ。はい、というわけで場所は移動しましたが、無事購入できました。はい、じゃーん。はい、子供たちが選んだスニーカーでございます。はい、これがいいなーってね。ね、良かったから。うん。すごいいいと思って。さあ、お孫ちゃんたちが選んだスニーカー、バーバーは喜んでくれるのでしょうか。どうだ。よかった。よ、よ。はい、というわけでダーシマのバーバです。はい。あのね、孫たちからね、ちょっとなんか渡すもんがんだって。せーの。誕生日プレゼントだよ。ありがとうございます。わー、嬉しい。どうもありがとう。どういたしまして。ちょっと開けてみてほしいです。いいですか？ええ。します。子供らが選びました。あら素敵。わあ、かっこいい。歩きやすそうですね。はい。すごーい、エアーが入ってます。素敵。ありがとう。これを履いていっぱい運動しましょう。仕事の時とかね。普通に履きなさいよ。もったいなくて履けないんだ。大丈夫よ。履いてほしいね。そう、色合いも派手すぎず。地味すぎず。このオレンジがいいアクセントで素敵。よかったね、喜んでもらいました。どうもありがとう。よかった。安い靴ばっかり履いてるので。いい靴を履くと、靴がいいところに連れてってくれるよ。よっと。いいとこ行けるといいな。ね、コロナが終わったらね、いいとこいっぱい行きましょう。どうもありがとう。どういたしまして。ダーシマ動画チャンネルオリジナルグッズ好評販売中。はい、というわけでバーバのお誕生日プレゼントを無事に渡すことができました、はい、よかったです。はい、喜んでもらえた。やったね。というわけで、どうも最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、今日はこの辺でバイバーイ。間違えた。ダーシマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。